グロテスク新年号の発見を伝える、読売新聞1928年12月30日付長官、広告、梅原北名は、日本の作家、編集者。本名は、梅原定安。昭和初期のエログロナンセンス文化を代表する、出版人である。宗教研究家の梅原正樹は息子。別名、カラス山朝太郎、団旗間主人、大塚和堂。 東大陸保護多数。梅原北明が1928年に起こした出版法違反事件の決着を祝って1929年3月20日に関係者40数名を集めて花々しく催された梅原北明罰金継縮画会の様子。北明は関係相手に開脚と、 エログロで無意味なまでに対抗する姿勢を見せつけたことで、Y 本の出版経とも呼ばれていた。グロテスク復刊号、1931年4月号。表紙には、あなどりがたき、よた雑誌エログロの総本山という言葉が並び、内容的にも花々しさよりやけふんさが目立つ、復刊であった。1901年、富山県の裕福な保険代理店に生まれる。 早稲田大学在学中に、片山千のグループと接し、社会主義思想に触れた。1920年に中退して、関西で、部落解放運動に従事。1924年から、新聞社や雑誌社に勤める傍ら小説を執筆。梅原北名としては、殺人会社、悪魔主義前世時代前編が、処女出版となる。 1925年にデカメロンを翻訳出版し世表を獲得するが、下巻が発禁処分を受け、後日改訂版を発刊している。その理由を、その翌々年に国際文献館公開より上司したエプタメロン下巻に挿入された翻訳の語尾についての中で、貫通端をそのまま訳したと述べている。そのため、エプタメロンでは、 発禁処分を避けるため、妻を、ジ人と停止夫婦間を、ジ人と愛人の間と停止したとしている。1925年11月には、プロレタリア作家を要した、特殊風俗誌、文芸史上創刊。他多数のアングラ雑誌、書籍を多数発刊し、出版法違反で、全家一般となる。また、文芸史上社内に、文芸資料研究会を置き、 1926年から変態十二子と会員し、変態資料を刊行変態資料には、伊藤誠宇が撮影した逆さつりの妊婦写真が掲載され、大いに物議を醸した。彼の業績の中でよく知られたものとして、1928年11月から1931年8月まで何度も、 発禁処分を受けながらも出版を続けた雑誌、グロテスクが挙げられる。当局の弾圧をかわすためグロテスク社、文芸史上社、短期間書局など数回にわたり、発行書の変更を余儀なくされた。グロテスクが終盤を迎えた頃、古新聞ス取ドリの集大成といえる、近世社会大表遺伝史」を刊行。聞く版2100ページに及ぶ。 小粉の決死的道楽出版であった。しかし、お神に睨まれて、上海に逃亡し、1932年には、成文券と炎唱本の出版活動から完全に手を引く。その後は、大阪の女学校で教員をしたり、劇場を支配人として、日劇を再建したり、安国神社の職員だったこともある。また、成形費は、 大衆小説を書いて年出しており、メジャー誌の少年クラブ、富士、新青年などにもあずま大陸のペンネームで寄稿していた。敗戦の翌年、カストリー雑誌の大ブームを見ることなく、発信チフスに倒れた。去年45、生前は近藤公や村山智義らと親交があった。小笠原朝世中将も彼のファンであり、変態資料の会員でもあった。 また山本56とも、賭博仲間だったという。野坂明之の、公職の魂は、梅原北明をモデルにした、長編小説である。秋田正美、聖の良域モダン、日本変態研究往来請求者1994年9月56ページ。病名は発信地フスで、東京へ通う列車の中で白身を経由して、伝染したのである。 ダンディーな身だしなみのいい男として知られた北名が、そうした病気で倒れたのは、運命の皮肉であった。高熱が一週間も続き、死ぬ前日には、脳症を起こして、意識は混濁していたが、僕が長官を持って病室に入っていくと、父はつと手を伸ばし、新馬を取り上げ、手でかざして、読もうとした。しかし、何としても、新聞を手でかざすことができず、新聞は、 父の顔にバサリと落ちた。活字と共に生きてきた男の反射的動作の中に、まだ自分は生きて、仕事をしなければならないのだという執念がこもっていた。しかし、その時は遅かった。北名が息を引き取ったのは、昭和21年4月5日のことである梅原正樹、近代紀人伝大陸書房1978年、252ページ。 奥付けを見ると1925年10月5日に初版印刷されているが、10月10日に発売禁止となり、11月25日に訂正初版発行となっている。ありがとうございます。